王座へ返り咲くか、再び散るか。逆襲のフライマイ、レミー・ボンヤスキー。 K-1 のリングに突如舞い降りた美しき KO アーツ。2003年、2004年と2年連続でグランプリ頂点に。まさに K-1 新時代の幕開けを予感させた。しかし昨年、最愛の妻と離婚。史上初の3連覇がかかったグランプリで準決勝シュルトにまさかの敗戦。Last year was a very bad year for me. Twice. First the divorce and then the loss of the championship. So it was a hard time. 精神的に不安定だったゆえ、自らの手で閉ざしてしまった新たな扉。だが、もはや過去を振り返ってなどいられない。再び王座を目指すべく突き進む。My time is not over yet, and I will show all the fans that my time is not over yet. I'm gonna win this grand prix. そのボンヤスキーに立ちはだかるはグッドリッジ。殴って、殴って、殴りまくる。勝っても負けても KO 決着、それこそが戦いの醍醐味。その精神、 K のリングで体現してきた名勝負製造機が今宵も KO を狙って大暴れ。沈黙の時はもう終わった。逆襲のフライハイが時代の扉を再びこじ開けるか。レミー・ボンヤスキー VS ゲーリー・グッドリッジ。Entering the ring from the blue stage, Gary Goodrich. ボンヤスキーか。誰でもいい、必ず倒してみせる。戦い続けるゴーワン、チームゴーリキ、ゴーリキ T シャツ、戦いをやめないゴーリキ王ゲーリー・グッドリッチ。初のベスト8に向けて全チャンピオンに挑みます。アーツの欠場で巡ってきたグランプリの出場権です。8月のラスベガスでも欠員が出て大会3日前のオファーを受けました。そして今回も直前のオファー。しかしグッドリッチはどんな状況でオファーを受けても顔色一つ変えずに姿を現します。これまで3度、3回グランプリ開幕戦という壁に遮られ、東京ドームに進むことができずにいます。大きな雄たけびに大阪城ホールのファンが声を出しています。俺にとって願ってもないビッグチャンスに感謝をしている。ボンヤスキーを倒すことは、俺にとってグランプリのチャンピオンになったのと同じ価値がある。そう興奮気味にまくし立てました。2002年8月にはラスベガスで今夜引退するマイク・ベルナルドを試合開始からわずか1分38秒で
なぎ倒した経験も持っています。最後の一滴まで己の戦いの血が枯れ果てるまで戦うのがこの男の竜。いつ何時誰とでも全てはこの一戦ボンヤスキーを倒すことに力の全てが注がれる剛力王ゲイリー・グッドリッチです。Stepping out from the red stage, Remy Bonjasky.精神も肉体も全てオーバーホール、全チャンピオンが2年ぶり3度目の頂点を目指す俺の逆襲のフライハイを見よう。レミー・ボンヤスキーの入場です。身も心もボロボロに引き刺されたまま臨んだ去年のグランプリ、前人未到の3連覇ならずチャンピオンの称号を失いました。人生には思いがけないことがある。全てうまくいくとは限らない。ただ私の折れて傷ついた翼は完全に元に戻っている。掴み取るものはただ一つ、三度目の王座へ。今夜私の完全復活を見ることになるレミー・ボンヤスキーです。Centimeters, 110.2 kilograms. He's the K-1 World Grand Prix 2005 in Hawaii champion, Gary Big Daddy Goodrich. 剛力王4度目のチャレンジで初のベスト8を狙うゲイリー・グッドリッチ。107.5 kilograms. He's the K-1 World Grand Prix 2003 and 2004 champion, Remy the Flying Gentleman Bonjasky. 3度目のグランプリ制覇へ逆襲のフライハイ、レミー・ボンヤスキーです。去年の無念を晴らすにはこの舞台しかありません。3連覇を果たせなかったレミー・ボンヤスキーは今年全王者としてこのグランプリのステージに立ちました。3度目の王者へ、再びあの頂点に戻るための戦いが始まります。対するはゲイリー・グッドリッチ。勝っても負けても KO の名勝負製造機がピーター・アーツの欠場で立ち上がりました。失って初めて気がついたチャンピオンでいることがどれだけ大切なことなのか。ボンヤスキーの王座奪回への向けての開幕戦です。さあ折れた翼は元に戻したレミー・ボンヤスキー、3度目の王座へ試合が始まりました。さあゲイリー・グッドリッチが圧力をかけていきます。グッドリッチにしてはとにかくパンチで
相手を潰していく、そのファイトスタイルは変わりません。はい、やりました。ユミがディフェンス前んで、そう、あ、危ない、膝、しまいました。はい、レミボディは効くと思うんですよね。パンチからコンビネーション、ハイキックが出た。ね、フライング。ちょっと来ましたね、ハイキックは。フライングにが出ました。レミ、レミはちょっとルカビッチの動きが止まった。はい、右のハイキックです。レミボンヤス。フライングに。飛んできたグッドリッチ。ぐったりと倒れた。さあ立てるかグッドリッチ。さあカウント10のコールがあったかどうか。試合はレフリー続行という形。大阪城ホール、いやまだ飛びますよ。さあフライングに乱れました。しかし谷川さん、久々ですね、考えてみると久々ですね。ビールの場でくぐってできましたね。テリーグッドリッチは立ち上がりました。ちょっと聞いてみますね。フライングに、そして右のハイ、久しぶりに見ましたね。本当に勇気があるって行こうとするね。ねえ、すごいスタイルですよね。ゲイリー・グッドリッチ倒されはしましたがまだ立っている。右のハイ、左のハイ、蹴られてもまだ立っているゲイリー・グッドリッチ。名勝負製造機がまだ戦いをやめません。さあ長嶋さん、はい、綺麗なコンビネーション見ましたね。いやもう切れてますね、レミ選手は体がね。ここも膝を狙おうという、はい、そんな構えを見せました。いやしかし東原さん、レミは完全に見えてますね、相手がね。そうですね、取材でね、久々の膝を見せたいって言ってた通り、ね、言ってましたよね。まあ、でもゲイリー選手もね、危ない状況からもう何度もこう、なんていうんですか、巻き返ししてますから、今回も まだ油断できないんじゃないかと思います。去年は膝が全く出せなかったと後悔していますレミ・ボンヤスキ。いい人が出てくるようになりましたよね。ぐっと飛んでから伸びる膝、フライングニーが久々に乱れました。右、おー、カウンターの右、レミーがちょっと今前のめりになる体勢。一発がありますゲイリー・グッドリッチ。やっぱりこう谷川さん、まっすぐ後ろに下がってしまうとレミーも危ないですね。そうですね、さっきみたいにこれうまく回り込む、これですね、回り込んでるうちはいいと思いますけども、ゲイリーちょっと回復してきましたね。あれだけ綺麗に倒されたゲイリー・グッドリッチが回復の兆しを見せている。さすが名勝負製造機ゲイリー・グッドリッチですが、ーローキック、まだちょっとローキックが今効いてフラットしました。第1ラウンドが終了しました。しかし3度目の王座を目指すレミー・ボンヤスキー、見事なフライング2です。落ち着いた表情のレミー・ボンヤスキー、第1ラウンドこの見事に顎にヒットする、飛んできました ね。ここです、久しぶりに見たこのレミー・ボンヤスキーのフライング2。鮮やかにグッドリッチに決まりましたが、長嶋さん、ここから立ち上がってくるんですもんね。すごいですね、まあ、その前の右のハイキックがちょっと効いてたと思うんですよね、ゲイリー選手にね、はい、しかしここから立ち上がって3分間戦い抜いたゲイリー・グッドリッチです。ピーターアーツ欠場で急遽オファーが来たゲイリー・グッドリッチですが、3度の王座を目指すレミー・ボンヤスキーに対して頑張っています。セコンダウンラピーファイト、第2ラウンドが始まっています。さあ2年ぶり3度目のチャンピオンを目指すレミー・ボンヤスキー、そして4度目にして初のベスト8を狙うゲイリー・グッドリッチ。第1ラウンドで綺麗なフライングが出ました。今も下からのスティック、ああ、ちょっと近づいている、自分の意識を高めようと今下をベロッと出しましたが、ちょっとこの膝が避けられないですね。そうですね、さあ右のローキック、もう足元がふらついています。ローキックもね、効いてますけどね。ローキック、そしてニー、そしてハイキックも左右両方見せましたレミー・ボンヤスキー。サボさんね、ただボンヤスキーサイドはちょっと焦ってますよ。あ、そうですか。なんで決められないんだと、むしろ前に出てくるゲイリーにちょっと驚いてるような感じもありますね。なるほどね。いや、やはりそこは森アナウンサーのリポートの通り、ゲイリーのその粘り気持ちの強さね。ここも反撃をする、パンチを繰り出しますゲイリー・グッドリッチ。このローキックは効いてますけどね。効いてますが前に出ます。
さあ藤原さん、はい、このゲイリーの気持ちの強さ、本当に選手は、ね、メンタル的に強い選手ですし、もうかなり今ローキックに立ってることもね、なかなかねえ、立ってるのが不思議というね、そんな状況にも見えますが、ゲイリーもまだ戦いを続けています。さあレミーボンヤスキーはどう仕留めるか、右のローキックを放ちました。右のミドルです。ここはミドルを見せました。どこにもパンチ、そしてキックを繰り出すレミー・ボンヤスキーです。特に今回は上半身の強化、ここも膝を読んでいましたゲイリー・グッドリッチ。このボンヤスキーは上半身を強化してきました。真の K1 のファイトスタイル、そのスタイルを見せたいんだというレミー・ボンヤスキーです。このロングコンビネーション、たくさんのコンビネーションを繰り出してきます。ここも弾いてゲイリーグッドリッチ前に出ます。レミーは本当に、ね、間合いとかタイミングをうまく外して、ゲイリーに、ね、試合をさせませんよね。そうですね、そこが2連覇を果たしたボンヤスキーのうまさ強さです。佐野さん、グッドリッチサイドはしきりに右を出せ右を出せと、ボンヤスキーの左のガードにこう弱点を見つけているようですけどね。なるほどね。とにかくグッドリッチはパンチです。キックはそれほど放ちません。あ、ボディ効いてますよね、ゲイリーのパンチ。さあ嫌がったレミー・ボンヤスキー、残り30秒になりました。第2ラウンド、右のハイを見せます。去年はたくさんの嫌なことがありました。攻守ともに大変だった1年間、スローキック、それをなんとか今年チャンピオンという座で元の暮らしを戻したい、そんな強い気持ちがレミー・ボンヤスキーに見えますが、ここはゲイリー・グッドリッチ足も効いてますよね。脇腹にパンチを放ちました。効いてはいますが倒れません、ゲイリー・グッドリッチのこの精神力。嫌がったレミー・ボンヤスキー、第2ラウンドが終了。この試合は第3ラウンドに入っていきます。第2ラウンドは倒れませんでしたゲイリー・グッドリッチ。このコンビネーションも綺麗に決まってはいるんですが、すごい根性ですよね、これ膝も膝、そしてパンチもローキックも全部入ってますよ、そしてふらついてはいるんですが、しかし倒れることは、ここもローキックしっかり入ってますもんね。それでもパンチを返してくるゲイリー・グッドリッチ、この精神力にちょっとびっくりしているようなレミー・ボンヤスキーです。セコンダー、はい、セコンダー、粘るかゲイリー・グッドリッチ。第3ラウンドに入ります。第3ラウンド最後のラウンドに入っています。第1ラウンドでフライハイが出ましたレミー・ボンヤスキー、ダウンを奪いましたが、しかしノックアウトまでは至らずファイナルラウンドに入っています。キレのあるレミー・ボンヤスキーのパンチ、そしてキックが出ているんですが、ゲイリー・グッドリッチが倒れることを知りません。ゲイリーとしてはね、本当テクニシャンというか、もうどっちかといえばディフェンスからカウンター狙うタイプのなんで、なかなか攻めにくいですよね、はい、もうちょっとレミーが前に出てくると、自分のペースに持っていけると思うんですけ ど、ね、まだペースに持っていけないですよね、あ、いいコンビネーション、このコンビネーションパンチから右のローキック、長嶋さん、あ、膝が入った、さあ、ダウンだ、ここで倒れた、悶絶、血が滴り落ちている、これはレフリーが止めた、切れましたね、目の上が切れました。レミー・ボンヤスキー1年半ぶりのノックアウト、見事に切れを戻したレミー・ボンヤスキー、ベスト8、東京ドーム進出は3度目の優勝を目指すレミー・ボンヤスキーです。大阪城ホールノックアウトに沸きます。3ラウンド52秒、逆襲のフライハイが出ました。ゲイリー・グッドリッチも粘りはしましたが、しかし最後はレミー・ボンヤスキーのコンビネーションに屈しました。レミー・ボンヤスキー選手に勝利者賞が贈られます。このシーンです。3ラウンドは52秒で決着、膝がモロに入ってしまいました、最後ハイも入りましたね、このハイですね、かすったような、しかしこれが効くんですよね、かなり目から出血しちゃってるんで、いやしかし長嶋さん、はい、ゲイリーも粘りましたよね、そうですね、
いやしかし最後はもう戦う姿勢を失わず前に崩れる形になりました。ああもうこの時には左の目が見えていない状態ですね。しかし藤原さん、はい、まあ、ブトリッチの魂も見ましたが、はい、レミーの膝、そしてキック復活してますね。本当そうですね。メンタル的に昔の、 本当に強いレミー選手のことも取り戻していると思いますし、つながってきますね次の試合にね。失って初めて気づくことがある。私が今までと同じ戦い生活をするためには最低でも同じポジションに戻らなければならない、すなわちチャンピオンになることだ、そう話したレミー・ボンヤスキー。ゲイリー・グッドリッチとそして妹のスージーさんとともに今リングを後にします。しかし完全復活の予感、逆襲のフライハイレミー・ボンヤスキー3ラウンド見事なノックアウト勝利、ベスト8東京ドーム進出です。ゲリー・グッドリッチが今ゆっくりと左目をタオルで押さえながらホールを後にしようとしています。しかしゲリー・グッドリッチの魂を見せてくれました。レミー・ボンヤスキーは内閣2003年2004年チャンピオンになった時と同じような自信の表情が戻ってきました。2年ぶり3度目のチャンピオンへ、レミー・ボンヤスキーが見事なフライハイ、そしてハイキックを見せてベスト8進出です。